伊勢醤油は三重県産の大豆と小麦を使った芳醇な香りと濃い旨味を併せ持つ醤油で、おかげ参りで繁栄した江戸時代には伊勢神宮への参拝客をもてなすために使われていました。伊勢醤油はその美味しさが認められ、1992年から毎年伊勢神宮に奉納されています。今日は午前10時に醤油を醸造している伊勢醤油本舗の関係者らおよそ50人が内宮前のおかげ横丁にある本店を出発し、出来たての伊勢醤油の入った樽を担ぎながら宇治橋を渡り神楽殿へと進みました。一行は今年1年の豊かな実りへの感謝と来年の豊穣を祈願し、およそ360リットルの伊勢醤油を奉納しました。